十和田市の官庁街通りにできた現代美術館です。シンボルの黄色いお馬さんです。この美術館は電源交付金、いわゆる原子力マネーで建てられました。十和田市には毎年約6億円の交付金が降りるのですが、一般の市町村では電気代の補填に充てられるところを、十和田市ではこうしたいわゆる箱物事業に使っています。市民の多くが反対する中で強行された現代美術館、当初の説明では1年間の赤字が1000万という触れ込みでしたが、実際に今年度の予算では8600万の赤字予算を計上しています。こちらは官庁街です。